かなり大きいですよね。さあ見ていきましょう。中堅戦のアツシミラープゲラバイソン対するは藤村ルーク、行ってみましょう。お願いします。ファイナルアツシ、はい、プゲラバイソンのね、PC のタグの名前ですかね、はい、ファイナルアツシ。そして藤村本名アツシだ。中距離かな。さあ藤村タムはこの距離で一発と、かなりじっくりですよね。そうですね、出方を伺っているようにも見える。おっと前捨てから一気に崩していったのは藤村のルーク。右手はそしてコンボが決まる。わーっと歩きを投げたってきたか。一度投げから一気に変わるか。さあ綺麗に返して暴れている。さあ画面端はプゲラバイソン。トリガー点灯中だが、カウンター動画発動。カウンターからここはできなかった。まあ、ゲージは溜まってきてますね。そうですね。さあ6プレイカー一発当てて発動、単発発動。これがヒット確認のような形になっている。審判からさあ投げきたく一瞬で終わらせた。ハイマーの反撃素晴らしかった。しゃがみ中盤、しゃがみ中盤密着の後の駆け引き見事でしたね。 あれはバイソンも強いところですよね。しゃがみ中盤密着ガードから投げは届く、逃げようとするとしゃがみジャッキが動けないという。さあラウンドを取ったのはプゲラバイソン。トリガー発動も単発からうまくいきましたよね。そうであればガードサイドも有利というところもあります。グランド高速ゲダウン、グランド。さあ体力リードはプゲラバイゾン。藤村はどうするか。ここから投げも抜けている。さあよしガード抜けたら発動が硬いぞ。するとグランド、ダウン、ガード読んでいる。しっかり押し置き。まずはプゲラ、いやグランドが当たる、いいところで打ってきますね。今のゲージ溜まった瞬間なんで切り替えづらいですよね、やられてる側としては。ダッシュストレートをさばくために距離を取ろうとしたところに高速下段が来るとバランスか。そこは藤村がこう歩いてプレッシャーかけるっていうのがあったんですが、はい、それに対してこうプゲラ噛み合わせるようなしゃがみ弱パンチうまく守れている。そうですね、まあ、ルークの勝ち筋としてやっぱりなるべく画面足に追い詰めてっていうところがあると思うんで、そこはやっぱりうまくいってないんですよね、プゲラがうまく守っていると。おっとここはタンパンチ、サウンドブラストに合わせていった。ボタンを離すだけということで、うん、タンパンチも一つ非常にいい対策ですよね。そうですね、まあ、ルークに使うんであればレベル3以上が必要なんですが、溜めてきました。すごいです。あら大パンチ、ここ画面端近いがやはりここでも暴れている。瞬く間にプゲラのバイソンがリーチ、一気に詰めて攻め切るというのができないんですよね、プゲラの守りのうまさで。チャンスは作っているんですが、あと一歩。いやー差し返す、差し返す。さあ思うように噛み合わないか藤村のルーク。グランドが怖い。プゲラバイソンがいいように回り、そして代表技の管理をしていく。危ないところ、体力不利なんで藤村が行かなきゃいないですが、うわ遠い。これはプゲラバイソンのチャンスになる。画面端も近い。ただトリガーがあるので深追いはしないか。うまく追い詰めた、うん、警戒、後ろ投げを警戒しますね。うわマジ足りない。がしかし詰めてくる。何もさせなかったか。プゲラが中堅戦綺麗に取って、これで10対10、ファイナルアツシの勝利となりましたね。